みなさんこんにちは、渡辺美奈です。本日も美奈代クッキングスタートしたいと思います。微妙に変わってません、はい、ご覧ください、こちらです。これびっくりしました。棚ぴったりサイズを見つけてみました。またぴったりのサイズ探すの得意ですよね。ですよね。ぴったりでもちょっと隙間がいたんで、はい、無印でちょっとの隙も入れてしまうみたいな入れてみました。こんなぴったりのことあります？これ高さも幅もの。でしょ。おー、全部ほらね、ちゃんと入ってるでしょ。はい、ということでね、今日は唐揚げ、まあ、定番になるのかな。まあ、唐揚げってそれぞれご家庭によって味が違ったり、入れるものが違う、味が違う、入れるものが違うそれぞれ違うと思いますが、今日我が家のカレーじゃない唐揚げをご紹介したいと思います。お願いします。はい、今回は2種類作りますね。前回あのちょっと変わったものを入れて唐揚げ作ってみたんですよ。あのもやしくんがね、はい、これ美味しそうだよってレシピを教えてくれたんで。あ、そういうこともあるんですか。あります、あります。あ、そういうところ自分では作らないけれど作ってみろみたいな、っていう上から目線の時が多々ありましたね小麦粉を使って揚げたりとか、はい、片栗粉を使って揚げたり、いろんなパターンがあるんで、竜田揚げと唐揚げの違いってわかります？わかんないです。片栗粉で作るのが竜田揚げ、小麦粉で作るのが唐揚げということで、はい、いきますよ。じゃんじゃじゃーん、こちら鶏もも肉で作る、これもね味付けました。味を染み込ませたいので、これは鶏もも肉1枚、はい、中では何があるんですか？パインジュース。パインジュース、パインジュースとニンニクと生姜とリンゴのすりおろしと蜂蜜と一味。お一味も入ってる。なんだけど今日は豪華に七味にして金粉入れてみた揚げるときは片栗粉とコーンスターチを混ぜてつけて揚げていきます。じゃあ火つけとくね、まず。でこっちも唐揚げなんだけれど、普通に鶏もも肉1枚と小麦粉と卵と油揚げるやつと塩コショウを生姜とニンニクで蜂蜜でつけました。それぞれご家庭の味はある、大なり小なりあると思いますけど、まあ、定番な感じの、こんな感じの材料をここに入れて混ぜ混ぜして、だからこれをボウルじゃなくてもいいの、ビニール袋とか保存容器、袋、保存袋に入れて冷蔵庫入れといて、でそこに卵を割って混ぜて、本当はこれお箸もいらないんだよ、袋に入れればね、そのままモニ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 すればいいから。また大雑把なやり方になっちゃった。本当はここに移してちゃんとやってくださいって洗い物が少なくと思うから、こうして、でここに小麦粉を入れるの。これも適量ですか？適当ごめんなさい、これ用意してくれてたごめんなさいね。ちょっとねこれ1枚でもちょっと鶏肉が多い感じだったね、だからもしかしたら卵とかもあと半分あってもいい感じ。お弁当用にはちっちゃく切るの、はい、でもこれは今日みんなが試食するから熱々の方がいいでしょ厚みあった方がいいですけど、熱々の方がいいかなと思ったからちょっと大きめに。なるほど。ちょっとほらキュッとなるでしょ、揚げると。ね、こんな感じです。みんなキュッてなってますよね。うまい
うまい。今日なんか冴えてる。油は、何度ぐらい？なんかいつもはこうやってこれをペチョって入れて、はいはい、プクプクプクって上がってきたら OK っていう私のあのコミュニケーションの取り方は油とのはい、油との取り方はそんな感じで片栗粉とコーンスターチ混ぜとこっか分量ね。そうですね、うん、だからそのパインジュースバージョンってなんかすごい中が柔らかくなんかね、できそうな感覚がありますけど。そうだね、リンゴも入れるしね、すりおろし。リンゴのすりおろしってカレーにも入れるよね。入れます入れます。ここは入れないけど。えこれも適当ね。すげえ適当にしてますよ。これ適当。コーンスターチ1に対して片栗粉3かな。3ぐらい。もうちょっと入れてもいいと思うよ私は。ちょうど綺麗なくなった。はい、できました。でこれをここを入れながらつけて揚げていきます。でこれあのお好みのね味の濃さってあるじゃないですか。しっかりも味がついてた方がいいって、そういう時はまあそれぞれちょっといろいろものを足していただいてご家庭の味に。なのでこれで2パターンの唐揚げが出来上がるんですね。食事につけるとお肉って、鶏肉って結構足が速くってダメになっちゃうんだけど日持ちするんですよ。なので1週間とか。え、そんな持つんですか。そうなので、作り置きをするとかお弁当1週間あるっていう時はもう食事につけて冷蔵庫に入れて、で使う時に使っていただいたりするとすごくいいと思います。するとお肉も柔らかくなるし、そういう時はそうシンプルに塩唐揚げとかっていうのもおすすめですね。結構油ってさ時間かかるんだよね、温まるの。いい感じ。もうちょっと強くてもよかったかな火が。あまり揚げ物に慣れてないよっていう方は温まる前に入れて、で少しずつっていうのがいいみたい。ちなみに皆さんは、うん、あの二度揚げとかするんですか。しない。しないんです。めんどくさいもん。そういう理由です。あ、いい感じいい感じいい感じになってきました。これ普通に油もサラダ油。これねごま油なんですよ。ごま油使ってるんですか。そうなんですよ。ごま油にはちょっとね気を使って。ちなみにこの間のレイリックとごま、今回のごま油は薄口、濃い口、白っていうところで白白。そう。ちなみになんかその油跳ねガード、あ、それ喋ってたね今。前とちょっと違いますよね。あ、ちょっと新しくしてみたの。そうなんですか。そうなの。まさかあの株みたいなじゃない。残念。でも放送される頃には多分売ってると思う。静かに混ぜてきっと。へえー。これはすごい便利で、これね解体できるの。だから食洗機の中にも入れられる。あの油跳ねカード、そう、棒一本でつながってるの。ここはどうやらね、あのリサも唐揚げ作ったらしいの。あら、2種類作ってくださいすごい。どっちが美味しかった。どっちって言ったら何と何か違うのか分からないじゃん。また大体で喋るから。あっさり系とお醤油のちゃんと味がしっかりしたやつ、うんうん、であっさり系 で、うん、で塩をつけて食べるっていうのが美味しかったです、うんうん、え、何が好きなのかねは。カレーとカレーとハンバーグ。子供じゃないんだから。お子ちゃまじゃないんだから。あ、じゃあハンバーグとカレーは食べたの、リサの。食べてないよね。え、あ、怒った。心の声が今リサじゃなかったよ。牛すじのカレー作らされたんですよ私。すっごいめんどくさかったのに。何回も何回も茹でてね、牛すじカレーがいいって言って作ったのに。ほら、あら、ちょっと、ちょっと思い出してからまた戻ってきてもらっていい。失礼しました。昨日何食べたの。昨日何食べた。戻って。信じらんない、昨日のこと忘れてる。ちょっと、ね、やばい。ちょっと信じらんない。昨日何食べたっけ。え、昨日唐揚げ。すごい美味しい。ちょっと唐揚げこけちゃうけど早く思い出してよ。ちょっと思い出して。仕事に行って終わって2回目に作り置きをしたんですよ。はい、ビーフシチュー。え、もう違うよ。食べてる。
ません、この番組大丈夫でしょうか。あの、何本当ですか。マグロの漬け丼食べました。あ、びっくりした。全く違うじゃん、お肉とお魚じゃない。ねえ、うち3日前何食べた。3日は多分自分の覚えじゃないですか。そんなこと聞く前に覚えてないこと聞かないで。あら、そんなこんなでも、上がりましたよ。ちょっと、ちょっと置いた方がね、美味しそうでしょ。美味しそう、ね、みんながいなくなった。里犬二人しかいないよ、ここに。いろんなものの中でも、うんうん、一番いけない。揚げたてのものは一番いけないと思います。え、じゃあ今日おでんがあるけど、どう。熱々のおでん。ダチョウクラブ。ちょっと今食べてもらいたい、みんなに。あれ結構すごい長い時間あげるんですね。大きかったからね。あ、でちょっと弱めにしてやってたの、はいはい、会話も楽しもうかなと思ったから。レモンを絞るともっと美味しい。はい、いいから食べても。ほんと？じゃあ今日食べさせてあげる。あ、じゃあ今日食べさせてあげる。これは何本当にやけどしてる。だからってちょっとずつハフハフすれば食べれるよって言って口の中に入れちゃいけない、これ。あなたがこれで作ってほしいって言われたやつを作ったんだよ、再現。美味しい、さすが。さっきの唐揚げ、揚げたてをここに入れて食べさせたの。これちょっと冷めてんの。はい、マサ、どうぞ。席。はい、どうぞ。塩コショウがあったらいいと思う。あ、塩コショウ？お好きな、はい、そこに。あ、じゃあ塩。はい、え、違うでしょ。何これ、ちょっと違う。美味しい。本当だ。もともと片栗粉バージョン好きなんだけど。あ、そうなの？コーンスターチやってみよう。ね、いいよね、カリカリ。しかもパインジュースとか。リンゴジュース、リンゴのすりおろし入って。うん。あ、でもちょっと甘っこいの。甘い。これなんですね。そうなの。さっぱり系というか、どうだろう。はい、お子様にも好まれる。おいしい。全然違うんだけど。全然違うらしい。どう？おいしい？私の反省点が、はい、粉をつけすぎちゃったんですよ、私。粉つけすぎて。分厚くなっちゃったんです、はいはい、なんでこのやり方がいい感じ、ベストだと思います。すごい美味しい、全然違います。なんかうちは揚げ物、塩コショウにちょっとガーリックパウダーが入ってたりするものをつけて食べたりするの、はい、レモン絞ったり、下味についてて濃ければお弁当とか、うん、あ、なるほど、いけちゃうんですね。はい、ということでね、はい、第1弾の唐揚げ作り終わりました。2本目に続く。ミネイチャンネル、最後までご視聴ありがとうございました、よろしければぜひチャンネル登録お願いいたします。こちらです。コメントもお待ちしてます。